こんにちは、尺八の三橋貴風です。今日はですね、博多の小無双寺一丁拳書伝の九州霊坊、この九州霊坊はですね、主に、樋口泰山さんが創始された、京都妙安寺の泰山派で、この名称でこの曲を伝えておりますけれども、サシというふうに呼んでいる派もあります。形がね、少し違うんですけれどもね、途中から。でもいずれにしても、九州地方のですね、サシと言われている本曲は実は何種類かありまして、いろんなサシがあるんですが、まあこれも多少形を変えながらも、その代表的なサシの一つであるということです。はい。そして、ちょっと譜面をご覧ください。この記法、これ妙安総流会、私の師匠の岡本竹外がこれ書かれた譜面なんですが、この岡本竹外先生の会、妙安総流会の書式に従った、基本的には泰山派の譜面の形にのっとっておりますけれども、そこかしこで岡本先生の独自の記法が使われております。はい。それで最初、連れ、これはもう通常の本曲の弾き方に習いまして、つの音はできるだけ多めり、1の指かざしですよね、深くかざしといて、4を開けといて、4を吹き、閉じながら吹き込むですね。それでレには当たらないと、この格好ですね。はい。そしてカタカナのエのような、これは一打ちのことですね。通常は金庫などではると言います。でちなみにこのレのエルですねは、打つ瞬間実はちょっとだけメリなんです。買ったままというよりもその瞬間だけ少しメリます。ですからの格好になりますね。はい。そして次の歯、これは金庫でいうとリですね。オツの歯はリ、缶の歯はヒということになりますけれども、この吹き込み方はこちらをご覧ください。こう振りのような、これ岡本先生の方ではまあこう書きます。振りと同じような形で僕書きましたけれども、これあちらではスリという言いますね。これスリというのはね、瞬間ちょっとだけもう本当に幾分メリから吹き込むんですね、しゃくるように。で荒くと書いてありますね。まあ岡本先生がここは荒く入るとおっしゃったわけですね。こう荒い感じで、ですから前足というのは必ず大メリからですけど、これは違いますね。瞬間少しだけメリから入ります。そしてその下に線がぐにゃっと曲がってる、これはメリ込み。メリ込みっていうのはもちろん大メリのことですね。こうです。大メリですね。実はこの時ですね、歯の大メリ、通常だったら4かざしますけど、ここはね3をかざしときたいんです。で3をかざした方が次に行く時の手順がいろいろいい場合がありましてですね、例の迎え字などという曲のフレーズにね、はあはあつーつーというのはありますけれども、そういう場合のメリ込みも3かざしで大メリを吹いた方が次のつのメリに行きやすい、というケースがよくありましてですね、必ずそのリ・ハのメリは4だとは限らないんですね。手順によります。はい。で3をかざして大メリですから、普通のメリよりも余計メラないとこれは、ちょっと高くなってしまうということですね。はい。そして、次が関音の地の中メリ、これは3かざしですね。そして、次がウの大メリ、2を閉じますね。でこの曲に限りですね、最後2を開けるんです。ですから「ちうち」と実際問題そのように、音が動きますね。こうです。
ですね。こう来ます。それで次が、つの大名からろ、仮ですね。で、譜面をご覧ください。下に、この格好、これはですね、瞬間、大目にして、仮にして、通路を、また大目にして、ろを、で、最後は仮と。ですから、通路をという動きになるわけですね。あの、仁先生の方の書き方とちょっと、書式が違います。ですね。そして次が、つろ、やはり二で押して入って、はで振りが入ります。ということですね。で、このようにですね、書いてある場合なんですが、この表紙なんですが、まあ、本来表紙っていうのはないんですけれども、何せ本曲というのは乗馬にはまらないように吹くということが基本ですので、こう3つ音が並んで書いてありますね。これは本曲の譜面ではもう大体こう書いてあるもののですね、通路派と三拍子のようには絶対吹かないということですね。で、これはまあ、私は路の方を伸ばしてますけれども、いずれにしても、まあ、3つ音が拍子が並ばないように吹くということですね。あの、乗馬にはまらないように吹くんですね、本曲は。はい。と吹いてます。そして次の「う」、横に線が書いてます。こうギジギジと線が書いてます。これ、中メリから入ります。まあ、4文字で入ってますが、「う」、このマークですね。ですから、このマークは、振ったり、めり込んで戻したり、あるいはめり込みのまま割ったり、いろいろな解釈がその都度違います、このマークは。ですから、そこはその都度吹き方を変えたりするんですが、うーう、ここで多めにします。で、中間に戻して、もう一回多めに振ります。だから、うーう、はいと吹いてますね。このパターンは最後まで何度も出てきます。4音で入ります。ですね。はい。歯に行くとき5でこれ習慣的に当たります。そして西5の歯、4は深めに大めり、リの率そして次はつれ、必ず音を長い音まっすぐ吹く場合にくさび吹きですね。最後まっすぐ揺らずに絞る、ね、でどうしてもお釈迦室という楽器は同じ角度で息を絞っていけば、これは自然と音程が下がるんですね。ですからくさび吹きをまっすぐ同じ音頭で吹くためには、こう我々すかすというんですけどね、右手が下の人の場合には左にすかすのが通常です。で、ちょっとだけ左にこうすかしながら大刈りのように、大刈りまでいけません、だけど大刈り方向に少し自分で自分の音を聞きながら調整してって絞っていくわけですね。で、これがくさび吹きですね。で、口だけ絞る、あるいは息だけ絞ると必ず音率下がってきてしまう、お辞儀してしまいます。ですから最後まで同じ音程をこう絞りながら綺麗に終わる尻尾ね。で、これがくさび吹きの難しいところですね。まあ非常に根源的な何のなんて言うんでしょう、虚飾もない音の出し方がくさび吹きだと思うんですけれども、実はですね、尺八これが一番難しいんですね。常時首を振ったり、あるいは大きくこう揺りをしたりする方が全然楽ですね。くさび吹きまっすぐ吹くのは実は一番難しいということです。はい。で、次、これ書いてありませんけれども、ハローの歯、ハローと吹いてよろしいと思います。
で、それで最後の歯で振りが入りました。そして次のうーはー、1行目の一番、ね、下の方にある、これ全く同じですね。で、今度は歯で終わり、うーはーですね。はい、で次なんですが、今度同じマークがここに書いてありますが違うんですね。今度は中メリから大メリにめり込みます。そして2番目のここで4を当たってまた中メリに戻してるわけですね。でまためり込みます、大メリに。だから中メリ大メリ、中メリ大メリ、つの大メリで最後に、つの超大メリ、要するにどの率までつをめるね、ツーローと呼んでてツーッと埋めるわけですね。でこのようにこう吹いてます。でまあこれは私の吹き方なんですが、次がツの大メリの時にはどっちみち1をかざさないといけないわけですよね。ですから2度目のうのめり込み、ここは1をかざして大メリを作っています。ところがですね、これ特に関音の場合には、これオツだから楽なんですけど、関音の場合には1をかざしてめるって大メリを吹くって非常に難しくてですね、だからオツも関も3かざしの方が響きはいいですね。ですからこっちは3かざしでやってます。最初と次とかざしの形を変えてます。もう一回いたします。ということですね。最後はロの律で終わる。これも鎖吹きですね。そして次のはこれ仮から入る方もあります。僕は大メリから入ってますが、大メリから入ってめり込んで戻してますね。これめり込んだまんまじゃなくてツーッと一瞬戻してます。それでレーローで、ここでこのマークは最初にあったこれですよね。同じですね。ローとやる前にここで息を実は盗んでおります。はい、ツーレローですね。ということですね。はい、そして3行目に行きましょう。今度つの横にこう振りのような、これ実際振りのようにしてますね。瞬間めってるんですね。ここに縦に線を引いたのは、こういうのはみんな私が岡本先生に習ってる自分、今思えば24歳の時でしたね。1974年覚えやすいんですけれども、その時に岡本先生に習っていた時に、実はですね、先生はね、一緒に吹いてていろいろ書き込みしたくても待っててくださらないわけですね。それでこうおざなりに片手で吹きながらこうやって自分で書き込んだ譜面しかないので、今それをコピーしてこう使ってるんですが、ちょっと結構ぐちゃぐちゃに書き込んでるんで分かりづらい記号が多いと思うんですけれども、そうやって、一生懸命覚えました。ですけれどもね、今のようにこうやってもちろんビデオはないし、でカセットコーダーというのはあったんですね、時代的に。だけれどもとてもとてもお稽古の時に録音をさせていただくような雰囲気でありませんでした。もちろん今でもそういう先生はいらっしゃいます。僕はどっちかというと録音しなさいと言うんですけれどもね、現代人なかなかやること多くて、うち帰ると頭の中真っ白っていうことに必ずなるわけですね。ですから次のお稽古までにまた真っ白になって戻ってくるともったいないので録音しなさいと僕は言っておりますけれども、その当時はですね、録音をさせてはいただけませんでしたね。
ですから、そこで何かいろいろ双方をこう自分の覚書きをしない限り、うちに帰ると真っ白毛という状態になるんで、書いたんですけど、片手で書いてるものでね、非常に後から自分で見てもなんだっけなということがよくありましたね。で、それをですね、同門の他の方と後で全部手合わせをして譜面を付き合わせて全部解明しましたけれども、そういう当時は習うことは苦労があったんです。今から考えると考えられないかもしれませんが、昔から今の状態は逆に夢のようだと思います。まあ、いずれにしても何でも駆使して覚えていただくのがいいと思いますけれども、まあそういうわけでいろんな手書きのマークがあります。ですからこれはですね、つを吹いたらば振ると思ってください。こうですね、こういう動きです。ですね。そして次の下りは前の行と全く同じです。うーはうーうー三かざしうー一かざしつのもりつーつれれということですね。はい、それでは、以上で九州令和の一丁原唱伝九州令和の前半の演奏解説を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。